全国で消防団員が減少する中、総務省家庁の有識者検討会は、首都直下地震など、外事に限って活動する大規模災害団員と新たな制度の創設を盛り込んだ報告書を、22日に開かれる最終会合で取りまめることにしています。1年前の1月22日、新潟県糸魚川市で店舗や、宅、土147棟が焼けた大規模火災では、消防が消火活動に追われる中、消防団が、民の避難誘導に関して大きな役割を担いした、首都直下地震など、将来、発、が、連される大規模な災害でも消防団の割が期待される一方、全国で団員数が減、続けていることから、総務省消防庁は今年10月、有識者による検討会を設け、員確保に向けた方策を議論してきました。その結果、大規模な災害の時に原付かつする大規模災害団員という新たな制を設けることを盛り込んだ報告書案を、2の最終会合で取りまとめることになりました。大規模災害団員は、消火や、助け、と高い専門性が必要な活動は行わず、主、住民の避難誘導や、情報伝達などの役を、うとしています。また、担い手は大学生や地元企業の従員、それに、伏せの OB などを想定して、て、年に数回、訓練を通じて必要なし、や自らの、善を確保する方法などを身につけてもらう、方針です。総務省消防庁は、検討会、報奨を受けた後、全国の自治体に対して、規模災害団員の制度導入を促して、ことにしています。消防団員は減少。1、全国の消防団の団員の数は毎年減、綴っていて、総務省消防庁が行った調査では、およそ7割の自治体が、規模災害に対応するには、団員の数が不足、ていると答えています。総務省家庁、よりますと、全国の消防団員の数は、秋田、29年のおよそ200万人をピーク。毎年、